こんにちは。さあ、山形、庄内空港でございます。さあ、何も言われずに来ましたけど、何ですかこれ。どうも、こんにちは。はじめまして、菊池源一でございます。どうも、よろしくお願いいたします、ジュニアさん。はい、今回ですね、はい、ちょっと私一つ企画を考えさせてもらいまして、すみません、はい、いつもちょっとジュニアさんに申し訳ないなと思ってることがちょっとありまして。あ、何ですか。まあ、いつもご飯連れてってもらったり、はい、旅行連れてってもらったりするわけですけど、はいはい、その時にご飯の予約であったり、はい、まあじゃあ旅行先どこ行くとか、はい、昼ご飯何食べる、はい、で飛行機の手配から、はい、ホテルの手配まで、はい、全てジュニアさんがコーディネートするわけじゃないですか。はい、まあまあそうですね。後輩はただただ楽しむだけ、はい、これは本当に申し訳ないなって思ったんですよ。はい、ということで、はい、今回はジュニアさんはただただ楽しんでいただくだけ、そして後輩である私が1から10まで全てをコーディネートいたします。はあ、吉本辞めましたよね。完全に辞めました。完全に辞めました。辞めましたよね。ね、でも後輩は後輩、後輩は後輩からね。はい、なるほど。で後輩が全部コーディネートしてくれるっていう。対、はい、して後輩ディネーター。なんで辞めた。辞めてええちゃうの。でもこれほんまにめっちゃええわ。はい、いいですか。めちゃくちゃ楽しい。で、なんで山形かというと、出身地、私の出身地、18歳までここ住んでましたから、まあ第1弾ということでここをちょっと選ばせてもらいました。これいろんな後輩にやってほしいわ。この第1弾結構重要なんですよ。なるほど。これでこけた日にはあとね、はい、これが跳ねるかポシャるか。はい、なるほど。第1弾第2弾第3弾と続けていきたいと思っております。じゃあ山形の、はい、この山形県民しか知らないお店とか、そうですね、場所とか、はい、連れて行ってくれんや。ありがとうございます。俺も全く知らんから。あ、そうです。山形は来たことありますか。来たことロケであるけど、そんなプライベートで来るのは初めて。まあ、そうですよね。でこれ庄内地方と言いまして、山形県のあの日本海側ですね。海寄りのちょっと地方になりますね。いや、いろいろ美味しいもの、はい、美しい場所、山形の。はい。ありがとうございます。行きましょう。やらせていただきます。ありがとうございます。じゃ早速ですが、まあもうお昼です。ここからもう10分ぐらい車で行ったところにある麦切りというものをまずは食べていただきたいと思います。麦切り？はい。庄内地方が結構有名な、まあ、うどんみたいなものなんですけど、麦を切るから麦切りって言うんですけど、麦切りという食べ物を食べます。知らん。楽しみ。お願いします。さあ、何だっけ？麦切り？麦切りでございます。いや、今日さ、羽田の、はい、たまたまあんなことある。すごかったですね。朝早い、まあまあなんかレアな時間やん。はい、今日祝日やから混んでたらなと思って、いつもよりだいぶ早めに出て、はい、行ってだいぶ早く着いたから、ちょっとラウンジ行こうかっつってラウンジ行ったら、はい、めちゃくちゃ柄悪いセットアップした誠治おったね。え？ドクロが舌出してるみたいな。セットアップの下品なセットアップでしたね。たまたまですよ。たまたますごいよな。着いた時もちょっと早すぎたなとか言ってて、だからあの時間じゃなかったら会えてないってことですからね。せやな、はい、結構10分15分で会いに行きよったな。そうですね。すごいスタートですね。すごいスタートよ。幸先いいですね。幸先最悪やわ。次行くこの麦切りなんですけど、はい、寝覚め屋半兵衛っていうお店なんですけど、ここがその麦切り界の中でも結構トップ1、2を争う。あ、そうなの。はい、で僕もちっちゃい頃からもう年越しそばはもう絶対ここがいいっつってもうわがまま言って、わざわざここの年越しそばを買って、その麦切りとそばでこう年を越してる。へえ、じゃあ思い出の思い出の。これロケで何回かお邪魔したけど、はい、マジで県民性優しいよな。ああ、そうですか。いや
山形の人優しいイメージあるわ。まあ確かにそこの、今から行くお店が予約できないんですけど、でそのスタッフが電話していろいろ話聞いてくれたら、なんか優しく対応してくれて、撮影も OK くれてみたいな。あ、そう。はい。でその隣にあるお寺があるんですけど、そこがあの昔あの人面魚って言ったの知ってますか？はい、いました。あれが一発目に見つかった寺なんです。あ、そうなの。はい。あれこの間やりすぎでやったとこかな。じゃあ、あ、本当ですか。やりました。そう、人面魚。お、あ、じゃあそこかもしれない。暴れる君はロケやってた。あ、本当ですか。お、恋もあのあまりのこの半兵衛の見切りがうまいうまい言うから、う食べたくて人間の顔になったんじゃねえかって言われて。ああ、なるほどな。はいはい、あ、じゃあそこかな。へえ。ほんでなんか最後その池に入らせてもらって、はい、だからあんなもう許可 OK してくれるってだいぶ優しいと思うけど、アバメンギョって言ってめっちゃ滑ってたね。マジですか。すごい風景ものどかですね。ええー、なあ、ええー、なあ。ウドさんとかやろ。あ、そうです、そうです。ウドさん、田中萌え。あ、そうですね。 あと渡辺恵里さんもそう。はい、そうです。あと、あの橋本まなみさんとか。おー、そうなんや。大泉逸郎じゃないですか、孫っていう。あれもやばい。あ、そう、はい、俺家行ったで。あ、本当ですか。おう、おう。なんで家行くロケで。ええー、孫御殿。あ、すげえ。おう、ちゃんとまだなんかさくらんぼ農家かなんかやってはんねんな。あ、そうですよね。なあ、そう、もうあの孫今東京でなんか会社員かなんかやってはんねんて。へえ。そのうちひ孫出すと思うよ。そうか。ひ孫は大して何にもないなぁみたいな。ちゃん、お腹空いてますか。空いてる。何も食べてない。あとはなぁ、混んでなきゃいいんだけど。今日はでも祝日やからな。そうなんですよ。さあ、混んでんじゃ。結構もう普段は行列ができるような。できますね。あ、そうなん。じゃあもう並ぶしかないよ。ただやっぱあのメニューも少ないんで、うん、回転も早い。回転が早い。これか。こちら。うわ、すげえ。目覚め屋ハンベ。あ、やっぱレンタカーすごいわ。あ、でも空いてる。めちゃくちゃ美味しそうや。いや、スッと座れてよかったな。の、はい、すごい入れて、はい。今何注文していただいたんですか。これ、おにぎり生そば。5人前。麦切りを3、そばを2、はい、とか言う。麦切りちょっと多めで。え、菊池さん、はい、この後、はい、どういうスケジュールなんですか。この後ですか。全く知らんねんけど。後輩ってこういう感じだから、結構不安やな。この後どうすんねんこの人みたいな思いながら、ビニアさん遊んでるってことだ。ビニアさん、めちゃくちゃ不安ですめちゃくちゃ不安。何するのか全くわからないまま。そうか、船乗るとか。あの、何準備していいかわかんないんで、とりあえず荷物多くなるっていうのはあります。ほんまやな、それもう誘導だからな。しおり作ろうかな、今度は。え、この後なんだ。この後は、いや、ちょっとここでビールぐらい飲んでええのかどうかも。なるほど、確かに確かに。じゃあ、発表します。この後、出羽三山神社お寺にちょっと行くんですけど、そこがなんとあの石段が2500段あるんですよ。なかなかやな。松尾芭蕉がずーっとこうあの奥の細道俳句をバーッとやってって、山形でもう疲れて俳句のキレもなくなってきて、でその出羽三山神社をお参りしたことによってキレがまた盛り上がったっていう。あ、そう。あの生まれ変わりの場所として結構こう有名な。ちょうど今俺俳句の宿題抱えてんだ。松尾芭蕉と同じ道を歩いて。ちなみにテーマは、テーマは外で食べるカレーみたいな、キャンプみたいな。あ、なるほど。
そう、アウトドアのカレー。うーん、頂上着いた時に出るんじゃないかな。そうや、はい、そこ行くねや。なんで、まあ、まあ全然、まあ、まあな、はい、一杯ぐらい飲むか、はい、その後に、まあ汗もかくだろうし、温泉入っていただいて、いいですね。で、温泉っていうかお風呂入ってもらって、そのお風呂入ってもらった場所が湯の浜っていう場所なんですよ。そこが夕日めちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんでお風呂入ってそのまま夕日を見ながらまたちょっといっぱい乾杯していただいて、でそこから一度こう今日泊まるホテルの方に戻ってチェックインして、夜ご飯が19時からホテル予約しております。お任せください。いいですね。ちょっと瓶ビールもらおうかな。はい、おはようございます。私つけたんです。ああ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと頑張ってね。ありがとうございます。そうなんです。お違いよ。すみません、ありがとうございます。あ、おいしい。うん。あ。すごい、ちょっと甘い。へえ、うん、甘みが。それはこの強度の特徴なんですか。全く関係ないと思う。あの人オリジナルだろう。そうなんですね。失礼します、お待たせしました。あ、すいません。今おそばとの肉いきますね。はい、お願いします。はい、あ、そういうこと。ここ入れたよ。はい。で、一応このわさびがお蕎麦に合いますよ。で、このからしの方が麦切りに合いますよっていう。あ、来たんじゃん。失礼します。お待たせしました。麦切りお待ちしてます。ありがとうございます。麦切りが、こっちは麦切りです。がどっちで、あ、このわさび、からしの方、はい。え、これもいいの？いっちゃってください。適当で。はい。いただきます。はじめ。取りすぎた。ごめん。うん。おいしい。おいしい。うわ、めちゃくちゃしっかりした麺やな。そうなんです。ツルツルの見た目よりめちゃくちゃ重たいじゃん。へえ、うん、めちゃくちゃしっかりしてる。おいしい。食べて食べてみんな。伸びる辛い。これよそでないな。ないですね。ジュニアさんの中で一番好きな部分がジュニアさんが麺食ってる時なんだけど、え箸で持ってさ、切らずに全部吸うでしょ。はい、あそこが一番好きなんですね。ジュニアさんの中で、そこが一番好き。あの途中でこう一回切ったりするじゃない、テレビとか見てくれない、はいはい、一切切らない、全部。そこが一番なんですか。そこが一番。二番はまだない。二番ないんですか。いや、そんな問題じゃないですか。一番だけまでいい。おいしいわ、めちゃくちゃおいしい。よかった。うん、いや、かし
せていただきました。これはいい。バランス俺に書くことないですね。あいやー美味しい。美味しかった。すごいねこれ。これはもう神社の鳥居ですね。もうはぁ、いざなわれてるわ。俺ハンドル握ってたら U ターンするけど。なんでなんですか。ありますよ、いいですか。失礼します。失礼します。ガッサン神社。失礼します。ガッサン神社。さんが現在、ガッサンが過去、湯殿さんが未来をこう浄化してくれるみたいな。それで生まれ変わりの神社ですよ。生まれ変わりの旅としてなんかこう今から行くところはその3つが集まってるところだから、ここに行けばもう、あ、じゃあもう全部過去から、そうそう、もう全部未来まで全部ですよ。いいかな。あるね。ちょっと鳥居だいぶ手前に立つんだ。もうみんなに見せたくて。へー、から登っていくんですけど。あ、そう。はい。うん。続けよう。あ、こちらがこの出羽三山神社の入り口でございます。すごいね。いや、これ。はい。で、この五重の塔が、こうです。うん。あ、これ。はい。これこっちだよな。五重の塔こっちです。あれ、ちょっと待って。いや、こっちの手に工事してる。え、これ修理してる。あれ、令和5年5月8日から何らかのご理解と協力を求められてるけど。ちょっと行くだけ行ってみましょうか。え、あ、行けるのは行けるんですか。行けるのは行けると思う。すごいね、この杉。なんだよ。なんかでも明らかに一瞬にして空気変わったな。そうっすね。なあ、うん、なんか神聖な厳かな。え、五重の塔全然見えない。もうだってそびえてるやろ普通。なんやねん、修理40ぐらい外してんのかな。あ、なんか急にビビットの配色。素敵。素敵やね。こんにちは。こんにちは。すごいね。すごいですね。天然記念物。G すぎ。見てください、チラッと。あー、あれか。だいぶ足ばくんでるね、あれ。あー、これはすごいよ。え、足場20、50の塔になってるよ。なあ。なあ。なあ。なかなか見れないですね。あー、まあまあ、それもタイミングや。そうですね。な。よし。いや、空港のラウンジで、あいつに会った時から、やばい気配がしてた。やっぱり。始まってたんや。
外と人多いね。そうですね。ああそうか、祝日か、3連休、うん、いやね、めちゃめちゃ改装してあるよ。ブルーシートの神様。入らせてもらえるのかね、参拝通路。ここは行きましょう、行ってみましょう。そう、いいな。はい、内側へ向けての撮影方法はご遠慮ください。なるほど。初めてなんで言った、次に行くところ改修工事してませんよ。あんな心の底から言えたの初めて。お参りでもええな。さあ、それでは、まあ、汗もかいたんでちょっと休んでからお風呂でも行きまして。いいの、いいの、ディネってるね。ありがとうございます。コーディネーター菊池でございます。ありがとうございます。あれ、あの人まさか、あのサイズ感、はい、あれはまさか。そうです ね米田2000の誠ちゃんか。サイズ感はそうなんですけど、あ、違うわ。いや、そうです、違うわ。芭蕉先生や。そうです、こちらな。あ、米田2000円かと思いきや。はい、すごい、トーク箱。あ、どうですか、ちょっと。どうですか、どうですか、どうですか。え、うわぁ。あ、かけるようになってますね。いや、これは4000は。いく行きましょうよ。どうですか、とぼとぼと杉山道を登るかな。お順の是非ですね。そやな。あれ、プレパトの俳句は一句どれぐらいかかるんですか。あれマジで時間で言うと10日ぐらい。ぼんやりずっとテーマを置いて生活しながら、ほんでぐっとなんか3日間とか。何個か考えてってわけでもないんですか。いや、何個か考えるよ。その種となる、なるほど、あれを。だ、今度のやつだとアウトドアのカレー。なるほど。だったらなんかまだ俺は何も考えてないけど、はい、例えば竹皿のとか。ああ、なるほど。なんか連想ワードじゃないけど、サングラス外してとか。ああ、サングラスは夏の季語やから。とか。なるほど、季語もあるんですね。カレーは別に季語じゃないからね。なるほど。サングラス外してカレー食べるということやったら外なんかなとか。飯盒がどうとかさ。飯盒、まあ、キャンプが夏の季語やからね。ハンモックとか。うわ、めっちゃいいじゃないですか。あ、いいですね。うわ、いい。日本海って感じしますね。日本海やわ。ここが湯の浜っていうところなんですけど、はい、今まだまだ日上がってますけど。なるほど、そういうこと。はい、これがこの海に沈んでいくんです。なので一旦まあお風呂でもちょっと入って、いいですね、汗流して、
でビールかなんか、あ、いいね、乾杯しながらちょっと夕日眺めてもらってっていう感じで。わかりました。お風呂行こう。行きましょう。いいね。ないもしれない。そんな暑かったっけ。いや、早い、早いし、早いし、出るまでが早いし。マジで。まあでも一回行ったら慣れるよ。全然いいよ。全然いいよ。すんなり。わあ、気持ちいい。ああ、全然いいよ。行きます。そこから海で遊んで。で帰るときに、みんなでわーって入って、で帰る。ああ、ええわ。最高やわ。スタンドオフメイトとか、ファンの思いが。いや、ええな、ええけど、そんなに、何ていうの、だらだら、長く、ダーリー入れる温度でもないんで、もう5時前にして上がろうかな。よいしょ。すごいね、サンセットがバチッと見えんね。でもまだちょっと日の入りまだと2時間ぐらいあるられるらしい。ちょっとなんか君たちはどう生きるかを見るしかない。なるほど。ちょうどそれぐらいした。なあ、お疲れ様です。ね、うわ、気持ちいいな。うん、うん、やばい。風やな。気持ちいいですね。気持ちいいわ。ミスター・チルドレン、桜井さんの実家がこの辺というか、近くて。そう、はい。え、山形の人？実家がそこなだけでなのかわかんないですけど、うん、だからよくこっち来てたらしくて、ほんとその浜で曲とか作ってたらしいです。桜井さん。そうなんや。はい、ゆっくり戻りつつ、ホテルでちょっとゆっくりしてもらって、はい、チェックインして。お母さん、いつの、両親が、あ、そうなん、すいません、お世話になってます。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。いつもお世話になりまして。こちらこそお世話になってます。ありがとうございます。ようこそ。いえいえ、どうしようもないのがお世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。いいですよ。あ、すいません。綺麗なお店。よかったです。すいません、いただきます。すいません。はい、おいしい。おいしい。いいね。最高。うわ、すごい。殻付きの紫ですね。これはおいしいわ。この道歩くことないもんな、普通に生活してたら。